続いては先日神室町で起こった爆破事件のニュースです。あー、あれか、次元、止めたやつか。警視庁の発表によりますと、爆発に使われた、なんだ、主星次元装置が、ついていたことが新たに分かりました。警視庁は犯人につながる証拠がないか捜査を進めているとのことです。あ、やべ、ちょっと飛ばしてたよ。続いては先月生まれたばかりのパンダの赤ちゃんが、まあそういうことになりますね。でも出ない、出ないすんの。もしもし。もしもし。本当に警察何してんだろうな、八神さんよ。爆弾魔、やっぱりまた電話かかってきた。名前なんで知ってんだよね。お前には関係ないだろう。ノーヒントはやばいね。ノーヒントはやばいですよ。お前の緊張が伝わってくる。何が目的だ。セキュリティが甘いよな。本当にザルだぜ、ザル。ザルと言われましてもね。なんかヒントないのかな、これ。牛？宿場の宿場の牛。ヒントが少なすぎるんだよな。待てよ、まだ押さなければ5分始まんないから。宿の牛。俺思いついたのが、やばいんだよな。まあ、ここ止めてるんだけど、とりあえずちょっとマップ見るか。俺、ここに牛がいるじゃんか。ここに。どこだったっけ？施設名の。ワンチャンこれじゃね？牛でしょ。で、止まるとこ近くでしょ。これじゃね。なんかすぐ見つけた感あるけど、確かさ、この辺に牛あったんだよな。でも宿関係ないから、この辺確か牛があったはずなんだよな、ここだけど。多分宿場って、多分宿でしょ。ってことはホテル街の牛ってことは、赤牛丸のこのホテル街の、ホテル街店ここじゃない？ここくせえけど、俺はここだと見ていくよ。ごめん、爆発したら神室町ごめん、先謝っとくわ。多分ここだと思うんだけど、違うかな。で、こういう時ってヤンキーいるよな。
多分合ってると思うんだよな俺。違うかな。あ、合ってるくせえ。合ってる合ってる。でも怖いよな、これ抜いたらいいって分かってても。止まった。なんでカモロ町のせいにしてんだ。まだあるんかい。もういいだろう。よし、これで終わった。